皆さん今日も一日お疲れ様です。テロップ入れちゃおう。こんばんは。お疲れ様です。4日間無事終わった。何事もなく無事に4日間走り切りました。よかった。こんばんは、こんばんは。本日はママループありがとうございました。もうめっちゃ楽しかったです。超絶に楽しかったですし、超絶にコールめっちゃ聞こえましたし、超絶に最高でしたこんばんは。カイトさん、シルバーのだるま、お疲れ、かわいい。奥田のたかさん、きずなさん、ひろし BKK さん、真空拳さん、としきさん、シルバーのだるま、えいさん、パイヌミさんもシルバーのだるま、アスパラさん、としきさん、最新型ポンコツさん、かつぽさん、シルバーのハート、アスパラさん、お疲れ、ありがとう。スーさん、サキンさん、ハート、エイさん、シルバーのタコ、カツボさん、シルバーのハート、タコスケさん、シルバーのだるま、ゼータンさん、パチパチ、カズさん、シルバーのハートだるま、ジャストミートさん、タコスケさん、シルバーのだるま、スーさんだるま、ありがとう。こんばんは、ただいま。無事広島に帰ってきたよ。こんばんは、お疲れ様です。皆様も月曜日お疲れ様でした。祝日だったのでね、お仕事お休みだったよって方もいらっしゃると思うんですけど、その祝日関係なしに月曜日お仕事だったよって方、お疲れ様でした。こんばんは、頑張ったねって、優しい、ありがとう。こんばんは、お疲れ様です。オリックさん、シルバーのハート、スーさんハート、コナカちゃん、シルバーのハート、持ち田さん、エイランチさん、コナンさん、シルバーのだるま、ありがとう。カズさん、タコスケさん、シルバーのだるま、ありがとう。お仕事お疲れ様です。偉すぎます。もう今日はその3連休の最終日ってこともあってか、広島駅も新大阪駅もめちゃめちゃ人が多くてすんごかったです。こんばんは、カズさん結婚してありがとう、スーサンダルもありがとう。チェック柄のノースリーブ、そう、今日はチェック柄ノースリーブワンピース。今日本当にもうね、どこもかしこも暑くて、なんかもう湿度 100% みたいな、湿気ですごかったです。新幹線降りたら広島びっくりするぐらいもうペタペタで、水の中歩いてるんかと思った。ひなひかりさん、シルバーのだるま、ありがとう。あちちだったけど、でも最高の一日になった。お家でもうちょいお仕事頑張って。偉すぎる、
タコスケさん、何だっけ、レインボースターじゃなくてこれペンライト、ありがとう。お疲れ様です。13日の金曜日にフグフェス番外編、14日土曜日に花は誰のもの公演一部二部の2公演、15日日曜日にアットジャム、16日月曜日祝日にママループと、4日間連続で皆様の前に立ってパフォーマンスをさせていただいたんですけど、本当に楽しかったです。あのメールにも書いたんですけど、この4日間通して皆様のおかげでステージに立つことができて、こうアイドルとして活動できているなって思って、すごく幸せな日々でした。ありがとうございました。ひろおみさん、シルバーのだるま、かずぽさん、シルバーのハート、ありがとう。あ、6時ごろ雨降ったんだ。そうなったんだ。すごい湿度が高かった。まさやさん、ハートありがとう。ファン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 、いきやすさん、お疲れ、ありがとう。なんか4日間いろんなことも考えたりとかしたんですけど、あのやっぱステージが好きだなって思いました。夏浦さん、愛知のひろゆきさん、ハート、ゆうちゃん、シルバーのだるま、ありがとう。なにこれ、いきやすさん、 I love you、 くまさん、ありがとう。 I love you って言われた。 Me too。 舞台でキラキラしているそらちゃんを見てめっちゃ元気もらった。嬉しい、ありがとうございます。でもそうやってキラキラ輝いているって言ってくださっているっていうか、こうそう見えているっていうか、そうさせてくださっているのは皆様のおかげなので、皆様がいなかったら多分そんな何もないから、感謝の気持ちでいっぱいだよ。コンコンなっちゃった。よいしょ。楽しかった。全然会いに行けないのが辛いでしたって。でも空も直接会えないのは寂しいけど、でも毎日こうやって私がショールーム配信をしてるから、毎日顔は見れないけど、みんなの顔は、でもリアルタイムでお話できてるから、一方的なビデオ通話みたいな一方的なビデオ通話みたいにして毎日話すことができてるから、ギリギリ耐えれてる。それショールームなかったら多分あの何もみんなとのこうリアルタイムでお話できるところなくて、もうイエーってなってると思うから、ショールームさんのおかげで生きれてる。こんばんは。4日間楽しかった。ソラハに会いに行けてとても幸せを感じた。ありがとう。ソラハこそ幸せを感じまくりました。もうとっても幸せだった。ありがとう。何の役にも立てない、ただのモブです。どこがやん。めちゃくちゃ会いに来てくれるし、お話し会も来てくれるし、返信もしてくれるし、めちゃくちゃ心の支えです。ありがとう。あさって2時間休み取りました。開演間に合う来てくださる。
ょっとでも空のこと見てくださいね。生誕祭なので。こんばんは。ジェリーさんハートありがとう。推しがいるってこと、応援できることが幸せな日々です。嬉しい。推しになれて嬉しいです。空は前、昨日かも言ったけど、一昨日かな、本当にたくさんいるアイドルさんの中で見つけてくださってありがとうの気持ちでしかない。ありがとう。そうなんですよ、あさって生誕祭だから皆様にまた会えると思うと神です。しかもあさっては空星の方がたくさん来てくださると思うと、もう幸せ、大幸せです。日本語下手くそみたいになるけど、もうとっても嬉しい。久しぶりにソラハちゃん見ました、ありがとう。こちらこそありがとうございました。ちょっとは気になってくださったり好きになってくださったかな、見てくださったかな、ソラハのパフォーマンスも。ありがとう。サイちゃんシルバーのハートありがとう。あさって満月らしいです。私の生誕祭の日が満月らしい。嬉しすぎ。さんシルバーのハートありがとう。毎日本当に楽しませてもらった。嬉しい。そうやって言ってくれて嬉しかった。たくやさんハート、プロストさんシルバーのハートありがとう。そう、なんか満月らしい、生誕祭の日が。いや分からん。そう、今日もねめっちゃ満月だったんですよ。そんな3日間ぐらい満月続くのかな。ゆうちゃんシルバーのとこありがとう。そうだよみんな、まだもうめちゃくちゃに言ってるから、大丈夫だと思うんですけど、生誕祭のチケットがね一般販売中ですので、ぜひお待ちしてます。会社のお友達とか待ってる。と空星じゃない方も一緒に行かないってシティのファンの方に声かけて来てくださると嬉しいです。タイノヨックさんシルバーのハート、シルバーのタコありがとう。アンダのトッカーさんシルバーの誰もありがとう。この3日間しようとしてたことをほとんどしてて常に意識を失ってた。あら、いっぱい休めたのかな。休めてたらいいな。あ、そうなんだ。明日の18時になったら席が分かるので。いやー緊張しちゃう。ドキドキじゃんね。誰だろうな、最善のドセンターは。あるよね、イケバントって。ドキドキやね。 S 席の方はちょっとビクビクやね。スーさんシルバーのハートありがとう。こんばんは。友達召喚しようとして交渉してる。嬉しい。仲直りしたの？どのくらいの方が来てくださっているのかな、楽しみだね。生誕祭の翌日は朝早い飛行機で帰らなきゃいけないけど、生誕祭に行けることは確定してからじゃ。よかった。朝早い飛行機で帰らないとなのか、空港までね
市内からすごく遠いけど、めちゃめちゃ早起きなんじゃない、もしかしたら。ありがとう、こうそこまでしてね、こう来てくださるっていうことがとても嬉しい。ありがとう、感謝ですね。明日は久しぶりのお休みなので、ゆっくり過ごしたいと思います。ゆっくりゆっくり過ごす。こんばんは、のぶろうさん、ハートありがとう。そう、目覚ましをかけないで寝れる日なの。4日ぶりのお休み。ゆったりします。今日はインスタストーリーを3つ投稿して、 X は2つかな、投稿したので、まだ見ていない方は見てください。よろしくお願いします。アイコネートの写真投稿した。アイコネがめちゃくちゃずっと心配してくれてて、全然大丈夫だよって話したんだけど、めっちゃ優しかった。アイコネに惚れた。マジでなんかね、あざとかったです。なんか今日ロブローさん、ハートありがとう。ソラハちゃんのためなら可能ががあり、どこでも行く。嬉しい、ありがとう。めちゃくちゃ伝わってるよ、愛。最近特にたくさん会えてて嬉しい。ブラピーさん、シルバーのだるまありがとう。アリンコさん、ハートありがとう。その場に入れることが嬉しいか。優しい。確かに会場に来てくださるってことが嬉しいから、ソラハは来てくださった方全員の方と目を絶対に合わせます。絶対に目ガン見する。お、あさって休み、嬉しい。アリンコさん、当たりストーリー、そう、アイコネ、ね、その本番前にみんなで確認終わった後にね、写真撮ろうってなって、全員で写真撮った後に、その、ま、高校で写真撮ったりとかしてた時にね、アイコネと写真撮りたいと思って、アイコネって言って、あの写真撮ろうって話したら、じゃあちょっと後ろから抱きつきますねみたいな言われて、えみたいな、普通にピースとかかと思ったら、まさかの抱きつきで、あのなんか普通に横で自撮りこうやって撮ろうと思ってたけど、あのこう縦にして口角にして、アイコネがギュッとしてくれるところ、あのちゃんと映るように、手が映るように写真撮りました。トシボッチャマさん、シルバーのハートありがとう。びっくりした、珍しい気がした。トシボッチャマさん、シルバーのだるまありがとう。載せてない写真もあるの、これじゃーん。インスタストーリーに載せたのとはまた別の、やあの写真なんですけど、かわいい。今日なんかクラゲヒアーみたいな、下目のクラゲヘアでした。アイコネ、温度のとっくんさん、かわいい、ありがとう。そう、バックハグしてくれた。みんな見てね、インスタストーリー。インスタストーリーはね、あの24時間で消えちゃうから、昨日投稿したもうインスタストーリーは消えちゃってますから。こんばんは、
りんたろうさんシルバーのハート、のぐっちゃんさんシルバーのだるまありがとう。そうだよ、さこちゃんとのあぴ、あれあいこねも去年ね出演してくれた気がする。3人がね去年と今年出演してくれてた気がする。他は初っていうか去年は出演されてなかったって感じ。ひたちさんがおさん知れば誰もありがとう。そう、肩に乗っかってるアイコね、かわいい、かわいい。明日は休みつつもちょっとお出かけっていうかお買い物をしたりとかしたいと。でもなんか大爆睡してそうな気する。今日ね帰りの新幹線 SNS 終わった後に七並びをしてたんですよ、ゴールデンベッドタイムで。だからもう知らぬ間に寝てて起きたら広島で、びっくりした。でもう今日帰りもガフってなんか寝そうやったし、これ絶対に明日なんかも起きたら夕方みたいになってそうすぎて怖いやばい、起きたら夕方はさすがに一日を無駄にしてしまっているから絶対に何としてでも遅くてもお昼には起きるんですけど、やばい。釣り吉さんシルバーのだるまタコハートありがとう。もう今日は出し切りました。マールパありがとう、こちらこそです。だから今回のね、ヤオさんシルバーのだるまありがとう、今日はっていうかそのフェスの時とかってこうなんかフリートークみたいなのがあるんですよ。なんて言うんだろうね、曲紹介終わった後に自己紹介終わった後になんかそのイベントについてお話みたいな、なんかまあ各なんかフリートークみたいなのがあるんですけど、今日はそのフリートークを全部なしにしたんですよね。その昨日のアットジャムを見させていただいた時に HKT さんがその MC なし9曲ぶっ通しだったんですよね。でピースストックの時もそういう感じだったんですよ。でそれをその昨日見たメンバーさん、千穂さんとかくるくるとかとなんかこのフリートークはない方がいいんじゃないかなっていうのをその話されてて、で今日はそのフリートークがなくてもう自己紹介も STU48 ですって言った後にもう自己紹介、名前だけの自己紹介みたいな感じで、今日は配信とかがなかったので本当に現地に来てくださっている方にしか分かんないとは思うんですけど、もうフリートークがなくて自己紹介もなんかコールとかもない、もうパッ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 っていう感じで、いつもとちょっと違ったんですよね。そので、チョウさんが確かババババンビさんのステージを見に行かれてて、そのババババンビさんももうパッ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 みたいな感じの自己紹介だったらしくて、で今日はちょっと試してみようってなって、そう試させていただいたんですけど、なんかいつも気持ちが切れてるとかじゃないけど、なんかファンの方もすごいなんかめっちゃ盛り上がったんじゃないかなってすごい個人的に思った。個人的だからあれだけど、片賀さんシルバーのだるまとハート、お父さん岩尾さんシルバーのだるまありがとう。あと私普段本当に汗をかかないんですよ。あの、なんて言うんだろう、背中とかアイドルらしからぬことを言うとお顔にはかかないんですけど、こうなんて言うんだろう、体ちょっと汗がねちょっとかいちゃったんですよね。
汗かく、体に汗かくものなんですけど、今日は顔にもバッチリ描いて、マジでね、めっちゃ難しいんです。もう分からんづらいと思うんですけど、もう分かりますか、この光ってるやつとか。もうめちゃくちゃタラタラで、汗が、今日めっちゃ汗でした。おでことかも汗で、普段顔に汗かかないんですけど、めちゃめちゃ今日はかきました。うん、首がテカテカでした。全員汗すごいの分かった。え、だよね、そうなんよ、みんなね。しかもそう、今日会場めちゃ近かったからねめちゃ近くて超緊張したんだけど、一列目の方と。そう、めちゃめちゃ汗が流しました。普段本当に体にしかかかないから、みんなにいいなってすごい言われるんですけど、今日は、顔とかにもかかった、光ってるの見える。そう、めちゃめちゃ汗って感じでした。ほら、もうなんか珍しいんですよ、私もう珍しくて、ここまでこう汗やになるの。いつももう本気でやってるんですけど、なんでかわかんないんですけど、だから珍しくてちょっといっぱい自撮りしちゃった、レアすぎて。でもやっぱりリコ STU でトップで、マジで汗すごいんですけど、めっちゃすごかった。女優は首から下で汗かくらしい。え、もしかして私は女優っていうのは嘘ですねっていうのは嘘ですね。え、ね、今回のフェスとか、なんか初めて お見かけっていうかな、見るお顔が多くて、それこそ ST のファンの方はグッズとかペンライトを持ってくださる方が多かったんですけど、その多分初めましての方はそのペンライトとか持ってらっしゃらなかったから、すごい分かりやすかったんですよね。今日なんかいろんなアイドルさんとか、いろんな、なんかアーティストさんっていうかな、いらっしゃったからあれなんですけど、一人でも多くの方にこう STU48 を好きになっていただけてたらいいなって思って、全力でパフォーマンスしました。そうだよ、スカイホエールさん、シルバーのだるまありがとう。そう、今日はね、11曲パフォーマンスしました。息をする心はフルバージョン、そうパフォーマンスって感じで、約40分間もうパフォーマンスって感じでした。そう、楽しかったです、すっごくめちゃめちゃ盛り上がりでした。なんか最近こういうね、イベントのパス持って帰っていいよって言われることが多くて嬉しい。特別とか特許とか嬉しい、持って帰ってきちゃう。こういうの来年も出演したいけど、出演記念的な感じで持って帰ってきちゃう。あ、一つ前のグループさんがペンライト使わないところだった。あ、そうだったんですね。ライブの打ち上げのむコーラ、え、今日ねコーラがねあったんですよ、あのケータリングっていうかなところに。でも飲まなかった、私。あ、そういうケータリングとかでジュースがないとあまり買わないんですよね、ジュース普段でも。買いたかったっけ、あの飲みたかったけど、なんか全部は飲めなさそうで、 500ml ちょっとひよっちゃった。
しょ。今日はくるくるが、今日くるくるとかと一緒にいました。今日は安定にくるくると仲良かったですよ。重かったですよ、今日もくるくる。くるくると、スポーツ観戦ね。めちゃめちゃサッカーの観戦行ってて、一回しか私行ったことないんですけど、スポーツ、サッカーの観戦。サッカー行きたいって言って、でもほんまにすぐ売り切れになるから行けないんですけど、行きたいねって話をしました。バスケとか。観戦っていうことが好きすぎて、そのスポーツのルールとかのマジで、マジで分からへんって感じなんですけど、スポーツ見るの大好きだから、生でうわーとか言うてから、そう、行きたい。ひなさん、シルバーのだるまありがとう。くる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 と、あれ、ひる、なんかね、新大阪駅のだっけ、改札内にフルーツジュースがあるんだけど、フルーツジュース屋さんみたいな、フルーツジュース屋さんでジュース飲んだ、ジューサーバーってとこです。ジューサーバー、それはフルーツジュースのラージ飲みました。デイビッドさん、ハートありがとう。ハート、アーヤさん、シルバーのハートありがとう。美味しかった。あ、ミックスジュースか、ミックスか、フルーツジュースじゃないね、ミックスジュース。くるくるはスイカ飲んだった。サラはミックスジュースだ。フルーツジュースじゃなくてミックスジュース飲みました。こんばんは。バスケ、原田公園で昼公園見た方が楽しかったから夜公園も統一券買って入ったって嬉しいお言葉やったねえ。思った、とても嬉しいお言葉だよね。幸せ、来月ワンちゃん大阪、いいな、空も行きたいな。プライベートでも行きたい。鈴木さん、だるまありがとう。だるまたくさん、待ってよ。イズちゃん、ハートありがとうね。マーループありがとうございました。今日はその何人バージョンだったので、なんだっけね、奇跡という名のストーリーを初めて披露した気がする。前回7人バージョンで、ドラゴンエッグ、私がランウェイさせていただいたイベント、エルさん、シルバーのだるまありがとう。シルバーのハートありがとう。ヘルムビーゲさん、幕張のそうの時も7人だったんですけど、そこが初めての7人イベだったんですけど、そこは確か奇跡とかやってなかったから、
初めて7人バージョンの奇跡しました。ちゃん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 。あと無謀と私息をする心のダンス大好きなんですけど、音取り大好きで超大好きなんですけど、両方とも結構ポジションが良くてですね、前の方で踊らせていただけて嬉しかった。今回めっちゃなんか前の方でした。夢力はセンターで、一瞬のスリルは自分のポジションの3番手で、メタルタチオは6番手かな、で暗闇が4番手で、あ、春夏秋冬が3番手で、奇跡という名のストーリーが3番手で、好きになれただけで幸せだは自分のポジションの6番手で、息をする心は3番手で、ペダルとセレンドキタミストが6番手だったかな。結構ポジション前の方でパフォーマンスさせていただくことが多くて嬉しかった。七うさぎちゃんシルバーのだるまありがとう。夢力センターよかった。嬉しい。めっちゃ緊張したんです。なんかそのイントロでこうマイクを使って喋る煽るところがあったんですけど、皆さんコールしてるからもしかしたら聞こえないかもしれないと思って、しかも早口で喋ったらとなって聞き取れないってなると思うから、ゆっくり喋ろうと思っても、なんか皆さんのコールの勢いがすごくてもう巻きそうになって、やばいってなりながらその煽り入れさせていただいたりとかしたんですけど、めちゃくちゃ楽しかったです。夢力7人バージョンだったらちゃんと0番取れるんですよね。6人バージョンだったらこう222ずつなんですけど、0番で踊らせていただけて嬉しかった。女の特訓さんありがとうありがとう。結構 STU ファーアテートのファンの方も多くて、なんかちょっと安心感もありました。めっちゃ緊張だったんですよ。どのくらいの方が来てくださっているのかもわからないですし、その会場の広さっていうのかなもわかんなくて、めちゃくちゃにドキドキだったんですけど、やっぱそうだよね、聞き取れなかったよね、難しかったよね。めっちゃコール今日すごかったんです。なんかそっかった。 D 作さんありがとう。シルバーのだるまストーリー好きだね。めっちゃ良かったですよね。楽しかった。息をする心のふり久しぶりにした。星空をずっと眺めてると、ヒラックさんハート、リーサクさんシルバーのだるまありがとう。で今日は帰りの新幹線でミックスジュースとあと塩パン食べた。塩パン久しぶりの塩パン美味しかった。これなんかね、あのなんか新幹線乗る前に売ってる、売店で売ってる人気ナンバーワンって書いてる塩パンなんですけど、私が今まで食べてきた塩パンの中でもトップで、なんか塩感が強かったです。塩感が強かったあのローソンの塩パンはバター香るだからバター強めなんですよ。でもこの塩パンはやっぱ塩って書いてるから、塩パンって書いてるから結構塩強めで美味しかった。塩分補給できました。あ、そう午後一の近いところ、そうですいつも食べてるやつね。そう気になってたんですよね、塩パン。今日めっちゃ時間あったんですよ、駅着いてから。だからゆっくりしてた。ミックスジュースも買えたし塩パンも買えたし最高でした。最高。
やば、お腹空いてきた。サラダがあるんだよね、サラダ。あと、なんかね、あの広島で買ったチョコ、ホワイトチョコ、新幹線移動で食べようかなと思って買ったけど食べなかったチョコ、サラダ、豚しゃぶサラダ、私がハマってる豚しゃぶサラダあと、なんだっけな、牛タンチップスみたいな、それこそその新大阪駅でね、塩パンと一緒に買ったなんかおつまみみたいなやつなんですけど食べなかったかな。かわいい。大阪何も食べてない。今日ケータリングにね、たこ焼きとね551の豚まんがあったからめっちゃ大阪感じれました。お疲れ様。明日は仕事の後に夜広島に移動するから荷造りして、おお、ソラハのグッズを詰め込んでくれたかな、楽しみにしてる。みんなそうじゃんね、荷造りとかあるじゃん、ワクワク。みんなソラハのアクスタとかチェキとか忘れちゃダメだからね。アリサちゃん、シルバーのだるまありがとう。ちょっとでもマネージャーさんに、大阪を感じて、いた、大阪感じるもの食べた。ガパオライスとかも食べた。普通にケータリングとしてご飯もあったので、あの食べました。なんか全体的にすごくなんか白と茶色って感じだけど、バンバンジーの胸肉食べました。美味しかったです。豚まんも美味しかったです。美味しかった、全部美味しかったです。マイブーでした。大阪感じれた。としやさん、バラありがとう。豚まん、やばい、お腹空いてきた。もうほんと自分で自分に飯テロをしているよね。みんなはもうさ、年齢の時間やろ。まあ、それも年齢やけど、うわ、たこ焼き食べたい。うわ、串カツ食べたい。そう、ちょっとね、時間があったから串カツ行きたいなとか思ったけど、そこまでのなんか時間じゃなかったからあれだったけど、串カツ食べたい。こんばんは。ね、ガパオライス美味しいですよね。私ガパオライスなんか分かんなかったんだけど、ガパオライス今日食べてみたらめちゃくちゃに美味しかった。ひき、なんかぶっ、これひき肉が美味しかった。このうまうまだ。餃子、醤油豚骨ラーメンと餃子食べたでしたって。なんだ、美味しいに決まってるじゃん。うわ、ラーメン食べたい。ラーメン食べたい。ラーメン食べたい。ガパオライスね、カラカラかったよ。どっちかってちょっと甘かった。しょっぱかったか。今日のライブの余韻でまだまだ寝られません。寝なくていいんだよ。いや、寝た方がいいけどね。寝た方がいいんだけど、まあ、確かに寝た方がいいけど、そらはのことをたくさん考えてください。
キングさんありがとう。シルバーになるわ。生誕祭が終わったらもうめちゃくちゃ食べる。いや食べてるよもう今も本当に。もうね体重が減らない気すぎてもう涙です。もうダイエットやめました。やめたっていうか気をつけるけど明日まで。もう私はもう食事送らない食事送んない。もう不健康みたいな食事じゃないけどちゃんと食べてるのに減らないからもう送んない。体重も増えた。帰ってきたら増えてた。東京で全然そんな食べてないのに増えてた。普通よりもちょっと少なめぐらいだったのに増えた。でもう送りません。体重はデブです。もう食べてます。やばいです。もうすいません。太っちょま。ビル配信でラーメンの好き。ねえよかった。ラーメン二郎系。そうでも今家系食べたい。白ご飯と一緒にもうがっつり食べたい。パク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 。美味しい美味しい美味しい色味して美味しい見た目して美味しいんですかね。もう食欲刺さりまくりじゃないですか。そうみんなラーメン食べてて羨ましい。サーモン食べたいし。ビタミン不足は確認したいから継続して送ってください。ビタミンって何で取れますか。ビタミン摂取するよ。今日はビタミンっぽいの食べたかな。今日はねガパオライスのパプリカちゃん。今日全然野菜食べてない。やばい本当に。でもこのダイエットっていうか体型管理気をつけよう期間結構野菜食べるように頑張りました。野菜は意識しないとね食べないから。生誕祭までやつが無理です。今日ケータリングのとこにお菓子いっぱいあってカントリーマーム食べちゃった。福別後に家系ラーメン。うわ食べたい。私家系最近食べてないかもしれない。二郎系は食べたけど家系は食べてないかあんまり。もうコンソメパンチ食べましたよ。半分一袋の半分は結構して食べた。でもまだあります。まだあるんですよ。キングさんシルバーのだるまありがとう。あ確かにミックスジュース絶対にいっぱいフルーツ入ってるよ。ほんとだ。私ミックスジュースで今日栄養めっちゃ取ってる。新井さん愛してる。ありがとう。天下一品行きたい。天一の日行けるかな。10月1日行けるかな。天下一品行きたいよ。今年も無料券ゲットしちゃうよ。鉄分は摂取してないです。このあとこれ飲みます。サプリ。え？なんだっけな。あ、昨日の夜飲んだんですよ。だから24時間経ってないからあれかなとか。プルーン買うの忘れてた。プルーンのヨーグルト帰りに買おうと思ったけどめっちゃ暑くてちょっと帰ってきちゃった。ヤスさんハート。キングさんシルバーのだるまと新井さんシルバーのハートありがとう。うわーコンサル。確かに汁ご飯ね。だってありますよねそういうのね。汁ご飯で確かに炊くときにさコンソメパンチをこうやってパワパワパワって入れたらさ。天下一品行きたい。今日パパとママと妹が天下一品行ってました。そういえば写真送られてきてました。いいなって送って既読スルーされました。しかも見てちゃっかりこってり天津飯も食べてるの。しかもちゃっかり
ちゃっかりちゃっかりこってり唐揚げも食べてるの。今日はファンの方もラーメン食べてる人多いし、サーの家族もラーメン食べてるし、みんなラーメン飲んでよ。みんなラーメン食べてる。いいな。照れてんし、やばい。アレンジレシピ確かにいいね。コンソメパンチ家族から、いやそうだよ、しかもこれステージ出る前ぐらいだったから確か LINE 来てたの。うわ、サラダの上でコンソメパンチを砕いたトッピング、あれ、あー、そんなんしたらしてまうやん、内緒なかった。うわ、冷凍のラーメン食べた。うん、いいな。私家に何もないな。ラーメンっていうものがない。うどんならある。香川県で買った。あと何がある？ちっちゃいカップ麺のそばならある。あとは、あ、喧嘩しないそうめんならある。そらは見た？あとラーメン。するする。ラーメン。天津飯食べたね、美味しそうだった。天津飯ってなんであんなに美味しいんですかね。収録、まあ、ご飯と卵と、とろろじゃないあのとろろじゃない、もうとろろしか出てこへんくなった。あんかけ、なんで美味しいんですかね。新潟来たらラーメン、え、そうなんです。当日ね、 NST 祭りの時に同じ会場でラーメンのやつもやってるから行きたいんだよな。行けるかな。キングさん、シルバーのだるまありがとう。明日はビビンバの予定。うわっ、作るの最高じゃん。エルムメイゲさん、シルバーのだるまありがとう。みんな美味しいもの報告する。そう、私がね、美味しいもの何でも報告してねって言ってから、ちょっと待って、スラハのじゃあフォルダ見て、今日じゃなくてもなんかご飯美味しいやつみんなに紹介しちゃうんだから、じゃーん、これは友達と、兵庫県の友達とご飯行った時の、これなんて言うんですかね、ま、なんかお寿司の上に巻き寿司っていうんにもお魚入ってるのに、プラス上にお刺身がたくさん乗ってるやつ。ザキヤマさん、シルバーのだるま、リアちゃん、シルバーのハートありがとう。美味しそうでしょこれ。ちゃんとこの巻き寿司に、下にあるこの巻き寿司にも、あの、あ、海鮮巻きっていうかな、にもあのお魚のお刺身が入ってるんだけど、上にもこれはブリと、サーモンと、あ、サバもありました。あとはピザ、これはえっと待って、急に名前が出てこんくなった。ちょっと待ってよ。あれ、え、あの神戸の水族館どこだったっけな。シャチ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 、いや、マジでど忘れした。ちょっと待って、ザルそばさん、ハートありがとう。あ、
そう、スマシーワールド、スマシーワールドで食べた。じゅん、スマシーワールドで食べたシラスのピザ。ケンチプエラさん、シルバーのハートありがとう。めっちゃ美味しかった、これ生地が。はいはい、来ました、焼肉丼10番。あー、食べたい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 。スマスイ、わかる、スマスイですよね、スマの水族館ですよね、スマシーワールド、シーワールドになっちゃったんですよ。はい、焼肉ジョン、焼肉ジョン、焼肉丼10番です。はい、来ました、広島名物、汁なし担々麺。あー、もうやばい、これ自分に対してのあれやん、もうね、悔しいわ。はい、インスタグラムで紹介したユッケ丼。はい、来ました、シダの空派、自分で作ったシチュー。え、これは結構前に行った時のユニバのピザ。あー、美味しそう、やばい。あ、違うよ、汁なし担々麺、あれは空派一人で行って2個じゃないよ、あれパセと行ってのやつですからね、安心してください。はい、もっこすー、はい、もっこすー、はい、東京駅の油そば。出雲そば、あ、割り子そば。かずきさん、シルバーのドラマありがとう。ウニのカルボナーラー、私ね、これね、あの写真のフォルダのお気に入りにね登録してるんですよ、あの自分が食べたご飯だからね、いっぱい出てくる。やばい、マジで美味しそう。やばい、自分で自分に攻撃してしまった。ちょっと待ってね、自分で自分に見せてろ。これは安住の、安住とご飯行った時の焼肉。あー、やばい、やばい、焼肉食べたい。もう無理だ、私もうやってられない、もう食べたい、いっぱい食べたい。うわ、浅草、浅草じゃない、浅草じゃない、京都。え、このね、みたらし団子やばかったです。あー、このみたらし団子めっちゃ美味しかったです。みんな気をつけましょう。うわ、久しぶりにクロッフル食べたいな。甘いものもいいですね。やぶき、これは ST48 の二十歳の集いが終わった後に食べに行きました。やば、私いろんなもの食べてる。
ちゃっかりおたかつしてるやつあった。シェイクシャックでみちさんのチェキ写真撮っとる、見て。ちゃっかりおたかつしとる。これ東京に私一人で旅行行った時のやつだ。一人で3日間ぐらい東京にみちさんの舞台見に東京行った時、これはママの友達さんと一緒にご飯行きました。なんかね、ご飯食べに行った後にいっぱいうろうろ歩いてちょっとお腹が空いちゃったからシェイクシャック行って半分こした。ハンバーガーとポテトとあとシェイク、やばい。そうだよ、チェキ持ってってるから。ドライカレー本当にここ美味しいです。でもめっちゃご飯がっつり食べたい人はもう物足りないってなるけど、めっちゃ美味しいドライカレー。うわ待って、ドライハヤシ作りたい。ハヤシライスのルーあるから、ドライハヤシ、ドライハヤシ、ドライハヤシ。あ、でも終わっちゃった、この携帯にあるのは。太鼓うどん、太鼓うどんさんめっちゃ美味しかったからまたリピートしたい。やばい。ということで、私のこのアルバムの、お気に入り欄にはたくさんの、美味しいご飯がたくさんあります。めちゃくちゃに美味しそうすぎてやばい。ちなみにこういうのもあります、おし弁様のチェキとか、こういうなんか大切なものもあります。自分の初選抜シングルのこういうポスターとポストカードの写真とか、これはねサイン書かせていただくときに言ったやつなんだけど、こういうのもあります。あとショールームでイベントとか達成したときにこの達成済みみたいなのが嬉しくてスクショしてます。それで言うと今回のファーストアルバムのお話し会とかのこの完売とかも全部保存してる。今までのやつ全部大切、とても大切。あと UFO キャッチャーで撮れたお菓子たち。UFO キャッチャーで撮れたお菓子とかいっぱいある。ほら全部このもうこれ表示なくなっちゃったけど、こういうのも全部残ってる。大切。なんかお気に入りの写真は結構いろいろあります。ナナさんシルバーのハートありがとうございます。ヨシヒロさんシルバーのだるまありがとう。そうなんよね、食べ物のフォルダー、食べ物のフォルダーっていうかね、お気に入りにしてるからあれなんだけど、めちゃんこにやばい。あ、これ大好きな写真、私の、私が LINE の待ち受け、これです。あ、嘘です、 LINE のホーム画面、私のメッセージアプリのホーム画面、これのここをこうやってしてます。抱きついてる腕だけをドアップにして LINE のホーム画面にしてます。アイコンは何も設定してないんですけど、まいちゃんとギュッて、まいちゃんにギュッてしたらまいちゃんがギュッてしてくれた。でそのここの腕のとこをこうやってドアップにしてしてます。大切な写真。あ、でもこの辺とか私出してないんじゃない、もしかして出してない
これはあのイケメン系、イケメン系で撮ったやつ出してない。ゆうきさん、シルバーのだるまありがとう。星屋の出してない説ありますよ私。え、待って、私ファーストアルバムの写真あんまり出せてないかもしれない。え、くるくるとのツーショットとか全然出してないよね私。え、なんかどうしていこうかな。これお互いカメラ持ってるから、カメラ持ってるのを撮ってもらったみたいな。りんたろうさん尊い、ありがとう。見たことない。え、メールとか X とかに載せていこうかな。だってファーストアルバムのジャケットの時は、あのパセットの写真かな。ジャケットはパセットの写真があります。めっちゃ寒かったです。信じられないぐらい寒かった。で MV の時もパセットの写真もある。学生、くるくるとの写真もあるし、あ、かわいい。こっち、私やばい、目めってみて、お前にも程があるんやけど。この時あれです、あの 前髪が超絶に短い時期です。前髪が超絶に短い時期です。やばい、マジでやばすぎる。クルアーズ、朝一の剣道の撮影、5時半、4時半集合、4時半集合。トリーさん、シルバーの旗ありがとう。乗せていこう、ファーストアルバムのジャケットとアルバムの。ね、あれだもんね、空がさ、カメラで撮ったやつ、メンバーさんの写真はたくさん X に投稿させていただいたけど、自分の撮ってもらった写真、制服のワンショットとかあんまり投稿してない気がする。投稿したのもあるけど、でも投稿できてないのもたくさんある。え、ちょっと待って、これめっちゃいい、まいちゃんとのやつ。このカメラさんとかレフ板とかの間を通り抜けての写真、この撮影されているところを撮影しているみたいな写真、よくない？え、めちゃくちゃにいい。え、ストーリーとかにあげようかな。トリーさん、シルバーのハートとだるま。ゆきさん、シルバーのだるまありがとう。満面の笑顔。並んだ写真はあったけど、イケメンはなかった。あ、本当？イケメン風な写真。え、これめっちゃいい。これ系が私特典に使っていただきましたよね、確か。楽天ブックスさんの特典写真。じゃあまた投稿していきます。SNS に、SNS に。待ってないかもしれないけど、でもファーストアルバム期間がもうちょっとで終わると思うとすごい寂しいけど、でもなんかいっぱい皆様と
6月かな、お話し会は6月だったっけぐらいからね、いっぱいみんなと。アルバム期間でのそのリリーベとかもそうだしね、握手できたし、濃い半年間、まあ、まだあるけどね、9月のお話し会、10月のお話し会、11月のお話し会で、12月の大阪でまだあるけど、濃すぎる半年間やった。幸せでした。それはまだあるからあれだけど、しかも今週末月曜日ちょうど1週間後、3連休またまた楽しみ。ね、握手会したい。あれかな、次のその作品シングルとかかな、わかんないけど、からは握手会になるのかな。私マジでさ、あのリリーベの時本当に話したくなさすぎて、マジで話さなかった。超最悪、次のメンバーさんがかわいそうって感じ。その個別まとめ出しだったら大丈夫だけど、そのレーン、グループメンバーの、その3人 のグループ握手会の時にそうしたらさ、次のメンバーさんがかわいそう。ワイナイスティー初握手はソラハでした。じゃあ一生離れられない存在ですね。おま握手したいよ。なんかやっぱ違うよね、まあ、もちろんお話こう一対一でさせていただいているっていうのも嬉しいけど、なんか握手をするとなんか心がよりなんかつながってるじゃないけど、なんかいいよね。それまでに頑張ってもっと手うるうるにしとくね。手うるうるにしとく。もう水分量 100% ぐらいしとくね。うるうる。キングさんシルバーのだるま、才能役さんもシルバーのだるまありがとう。秘蔵ショットね、握手できるの嬉しかったよね。しかもその大阪、大阪の発売前に大阪でリリーベがあって、で発売日当日に広島でリリーベがあって、でまさかのまさかの追加で、プラス追加も6人だけだったんですけど、その出演メンバーに選んでいただけて幸せでしかなかった。追加とかないかなとか、さすがにあったとてソラハ絶対選ばれんけど、絶対にないけど、ないかな。ないかな。アルバムもう一回握手会、リリーベ、リリもうリリースイベントではないけど、なんかもう立ちすぎて、もうだってね、発売祭ですごく期間が経ってしまっているからさ、リリーベじゃないけど半年ぐらい、なんか半年記念とかないか。キングさんシルバーのだるまありがとうね。え、幕張での握手は大切な思い出です。嬉しい。みんな忘れてない？空と握手したこととか、グループショット撮ったこととか。なんかさ、大阪のリリーベとか、まあ5ヶ月5月だったから、5月じゃないね、6月かだったから、今3ヶ月とか前、3ヶ月、なんかそれ以上な感じがする。なんかもうなんか1年以上ぐらい前な感じがする。まだ3ヶ月なんだって感じだけど、でもそのぐらいなんか
あっという間だったね。びっくり。まだ3ヶ月しか経ってないんだ。1年くらい前の気持ちだけど。ひーくんシルバーのハートありがとう。確かにね、関東、そういえば覆面調査団ね、関東でも放送されてました。あの STU のあのお知らせ、朝に投稿されるお知らせ見て知った。またね、皆様のもとで行けるようにね、兵庫県でイベントとかできるよう頑張る。今回のそのリリースイベント、発売記念イベントはその大阪だったので、まあ、去年じゃない、10枚目シングルはあの兵庫県だったんですけど、また兵庫県に帰って来れるよう頑張ります。何話したかもしっかり鮮明に覚えて嬉しい。なんかいっぱいたくさん話しすぎて、どの時に何話したか分かんないって方も多分いらっしゃると思うけど、そうやって覚えてくださっていることが嬉しい。グループショット2個。楽しかったな。すごく前のように感じる。全然前ではないけど、思い出にひたひた。でも本当にあの今日含め4日間は特にもう楽しかった。ちゃんと元気になってよかったです。いろんな方々のおかげで体調あの復活して、明日は生誕祭の前日なので、よりしっかり休んで、より回復させたいと思います。もう全然元気なんですけど、信じられんぐらい寝るかもしれない。やばい、さすがに、夕方までさすがに、ね、寝ませんように。マジで夕方まで寝たら本当にもう何もできないから、夕方までには絶対に起きる。お昼には起きれますように。やばいよね、夕方まで寝るの。でも本当に寝れるの夕方ぐらいまで。でも寝ちゃダメ。キングさん、シルバーのだるまありがとう。そうだよ、元気が一番だから。皆様もね、あのお仕事してから来られる方とかもいらっしゃると思うんですけど、頑張ってください。あと4日間福フェス番外編からマーループまでの4日間でいっぱいソラハコールしてくださった方は、もう喉がやばいって方がね、結構返信とかインスタのコメントとかで結構いて、みんな声大丈夫かなってなってるので、あの龍角さんをめっちゃ舐めたりとか、あのペットボトル 500ml のペットボトルに龍角さんの飴ちゃんを3粒ぐらい入れて溶けるんですけど、溶かしたやつを飲んだらめっちゃ龍角さんだけど、めっちゃ喉に良くて、その舞台に出演されている方とかをよくされている、よくそれを飲んで喉の調子を整えているそうなんですけど、それとかして、あの風邪とかもね、ひかないようにしてください。コウさんありがとう。回復薬、そう、当日に向けてね、充電いいな、もう寝れるの。私はこの後お風呂に入るっていう試練が残っているので、まだ寝れないんですけど、やばい、お風呂入るのが一番しんどい。みんなはね、あの今日祝日だからお休みだった方も、明日からお仕事だと思うので頑張ってください。いっぱい寝ますね。みんなのお言葉に甘えていっぱい寝つつも
いろいろちょっとしないといけないことがあるので頑張ります。コウさん、シルバーのだるまありがとう。そうだよ、ナイクルもあるしお話し会もあるし最高。ちょっとポニーテール緩めとこ。ちょっと頭、今日はねポニー、あ、そう、今日ポニーテールなんですけど、いつもより高めの位置で、いつもは耳ぐらいなんですけど、ちょっと高めの位置でポニーテールをしたので頭がちょっと、頭皮が今日はポニーテールでした。あとリボンのヘアアクセサリーをつけていたんですけど、あのなんか猫耳ちゃんみたいになるようにつけていただきました。こんな感じの猫耳ちゃんになるように白いやつ、ぜひ。あ、そう、マーループさんの公式 X にてその ST48 のライブステージ中の写真がね投稿されてて、私の X を見てくださると分かるんですけど、リツイートした、リポストか、リポストしたので、ぜひそちらもチェックしてください。インスタストーリーも X もいいねとリポスト、コメント待ってます。メールの返信も待ってます。それでは、それではそろそろ壇上を読みたいと思います。13位トリーさん、12位カツボさん、11位岩尾さん、10位スーさん、9位ゆうきさん、8位カイトさん、7位新井さん、6位リュウちゃん、5位釣りケチさん、4位アスパラさん、3位ディーサクさん、2位ヘレムビーゲさん、そして1位キャッシュさん、ありがとう。本日はゲリラ配信だったよね。ゲリラ配信にもかかわらず来てくださった皆様ありがとうございました。明日も頑張っていきましょう。あとね、本当に誰って感じなんですけど、私のバーベキューあと2人誰ですか？え、ガチで誰ですか？マジで私2人しかいないのかな？2人スタッフさんとかになるのかな？言ってない方いませんよね、さすがに。ここまでもうメールでも言ってるし、ショールームでも言ってるしで、もうさすがに大丈夫だと思うんですが、私2人しか知りませんよ。2人しか知らないですからね。みんな当選した方、まだ教えてくれてない方は言ってくださいね。よろしくお願いします。ショールームで1人、福フェス番外編で1人で、2人だけなんでちょっと怪しい。スタッフさん、スタッフさんに2人プラスファンの方2人っていうのは今もう想像してるので、もうじわじわなんですけど、まだ報告してない方は報告してくださいね。ニートさん、シルバーのハート。キングさん、シルバーのだるまありがとう。通勤9号通過駅さんも、シルバーのだるまありがとうございます。本当にもう4日間パフォーマンス 4days ありがとうございました。皆様のおかげで無事走り切る、走り抜けることができて、もう嬉しかったです。本当になんか福フェス番外編から花だれ公園、あとジャム、マループって、なんか本当に会場に来てくださった方は分かると思うんですけど、いつもより赤と緑のペンライトが多くてめっちゃ嬉しかったです。関東とやっぱり関西に、関東と関西にこうスラハオシーの方が
結構いらっしゃるのかなと思ってすごく嬉しかったです。めっちゃ多かったです。しかもめっちゃ空箱聞こえました。ありがとうございます。幸せな4日間もありがとうございました。たくさん幸せな気持ちにしてくれてありがとう。皆様にね幸せになっていただけるようもっと頑張ります。明日はゆっくり休みます。もう大爆睡します。もう大爆睡して大爆睡して大爆睡しますので、みんなもお仕事頑張ってください。生誕祭のチケットは明日の18時と、明日の18時までとなりますので、まだの方はぜひチェックしてください。はじめだよさん頑張った、ありがとう。みんなのおかげで乗り越えられたのでありがとうございます。しっかり休んでより体調を回復させます。みんなも鉄分はしっかりとってね。それではありがとうございます。バイチャラポー、またね、おやすみ中、ありがとうございました。バイバーイ。